シャオミ 13T と 13T Pro。 個人的にはこちら Pro を使いたいですが、万人受けという点でコスパに優れた無印がおすすめです。はい、ズキです。シャオミ待望の新スマートフォン、シャオミ 13T シリーズが12月8日に発売されました。全モデル、シャオミ 12T Pro は、プロのみ1モデル展開でしたが、13T シリーズは、2世代前の 11T シリーズ同様、下位モデルのシャオミ 13T、いわゆる無印と、上位モデル、シャオミ 13T Pro の2モデル展開になっています。大胆な価格訴求やカメラの結露の噂など、発売から様々な話題を呼んでいますが、両端末をシャオミさんに送っていただきましたので、今回は上位モデルと下位モデルを比較しつつ、どんなスマートフォンに仕上がっているのか、買うならどっちが良いのかチェックしていきたいと思います。旧モデルとの比較、特に名機と名高い 11T Pro から乗り換えたらどれほど違うのかも動画にする予定ですので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまずそれぞれの価格をチェックします。キャリア KDDI 系で発売された無印は、通常価格が 74,800 円ですが、発売以来キャンペーンが打たれていて、 MNP などの回線契約ありの場合で一括 9,800 円、端末のみでも一括 31,840 円とまさに破格でした。ただ12月27日の新ルール適用後は、ルール通り MNP など回線契約ありの場合で 22,000 円引きの 52,880 円が最安となっています。 13T Pro はオープンマーケットモデルが、シャオミオンライン直販で 109,800 円に 5,000 円オフクーポン、 Amazon では現在 94,320 円と直販より1万円ほどお安いですが、ブラックフライデーの際にはシャオミパッド6とのセット購入で、どちらも 20% オフになるキャンペーンが打たれていました。俺たちのミオこと IIJ ミオでも取り扱いがあり、通常価格税込み9万200円に MNP の場合7万2800円と、かなり頑張った価格設定になっています。ただすぐに売り切れてしまうので、気になる方は定期的にチェックしてみてください。動画説明欄リンクよりどうぞ。キャリアのソフトバンクでは、端末価格税込み11万1600円のところ、月1円プログラムに大幅キャッシュバックなどがキャンペーンとして打たれていましたが、12月27日以降は月1円の12ヶ月という新得するサポートバリューが適用されています。ともあれ、お安く購入できた方は無印で1万円、プロで7万3000円と、かなりコスパに優れた両端末と言えると思います。価格をチェックしたところで実機を見ていきます。両端末、まずパッケージから大きく違うのがその厚さです。おそらく付属品の違いだと思いますが、プロの方が倍近い厚みとなっています。開封していきましょう。開封。はい、無印の内箱はこんな感じで、プロの方はよくある内箱になっています。中には SIM ピンとクリアケースということで、このあたりに違いはありません。そして本体をどかすと、無印はその下に何もなく、プロには USB Type A to Type C ケーブルと 120W 急速充電対応 AC アダプターが同梱されていました。本体を見ていくと、送っていただいた端末では無印のカラーバリエーションがアルパインブルーでレザーのような素材なのに対し、プロはイメージカラーとも言うべきメドウグリーンで、ガラス素材とどちらも高級感があります。 TwitterX で触れた Pixel 5 とは全く異なる質感でした。本体サイズについては、交渉値では無印の方がわずかに厚みがあり、逆に重量は 3g から 9g 軽くなっています。持ち比べてみると、メドウグリーンの場合やや重さに違いを感じる程度です。それぞれ付属のケースを装着すると、いつもながら非常にスッキリぴったり装着できています。ケースをそれぞれ取り替えてみると、はい、ややずれている感じもしますが、普段使いに支障はなさそうです。側面ボタン類については、位置等は違いはありません。 SIM スロットを取り出してみます。トレイについても同じシングルトレイとなっていて、別途 eSIM とのデュアル SIM 構築が可能ですが、マイクロ SD カードスロット、マイクロ SD カードトレイはありません。対応する通信帯域については両モデルで違いはなく、 5G ではドコモの N79 とより高速なミリ波、そして 4G LTE の 1.5GHz 帯には非対応ですが、3キャリアで普段使いに難があるということはないと思います。
また両端末で対応通信帯域に違いはないと言いましたが、一点 Wi-Fi 規格については違いがあり、無印の規格が Wi-Fi 6なのに対し、プロはより高速な Wi-Fi 6E に対応しています。カメラの構成も同じで、デザイン的にも違いは感じられません。またフェリカマークはありませんが、どちらもお財布携帯に対応しています。それぞれディスプレイ保護フィルムもしっかり貼られています。では電源オン。初期設定をやっていきます。 Google サービスの確認、生体認証は顔認証と指紋認証、画面ロックは3パターン、指紋の登録は割としっかりめです。設定完了。はい、来ました。ストレージ容量はどちらも 256GB モデルですが、デフォルトの使用量にやや違いがあります。システム面での違いを比較すると、どちらもセカンドスペースに対応しています。メモリ拡張、プロは 8GB まで、無印は 5GB までになっています。また文字のサイズについてはプロの方がより細かく設定できるようになっています。その他微妙に違うところがありますが、基本的にはどちらも MIUI の機能が使えるようになっています。ディスプレイについてはどちらもハイリフレッシュレート 144Hz に対応しています。ディスプレイサイズや解像度にも違いはありません。ベゼルの細さも変わらないと思います。ここまで両端末に大きな違いは感じられませんでしたが、基本性能面では違いがあり、ラム容量、そして同じメディアテック製ではあるものの搭載するチップセットが異なっています。それではバッテリー設定をパフォーマンスモードに設定して、アンツスベンチマークでスコアを計測し比較してみます。はい、結果が出ました。73万約5千対127万約6千ということで、プロはスナップドラゴン8ジェン2に比べても遜色ないスコアになっています。無印はプロより 40% 以上スコアダウンしていますが、それでもミッドレンジモデル、ミッドハイモデルとして十分実用的なスコアだと思います。各項目を見ると CPU、GPU でそれぞれスコア差が開いていますが、メモリ項目、規格とUX でも結構スコア差が開いています。なお温度上昇については1、2度の開きとなっています。アンツス最新バージョン 10.1.7 ではプロは151万3千までスコアを伸ばしましたが、無印はほとんど変わらないかダウンするという結果になりました。ただプロはかなり温度上昇し、端末は熱くなっています。バッテリーの持ちを PC マークを使って計測したところ、ほとんど変わらない持ち時間になりました。およそ8時間というのは悪くはないですが、バッテリー持ちが良いというほどではないと思います。ただこのあたり使い始めたばかりで最適化、いわゆるエイジングが済んでない可能性もありますので、しばらく使ってみて改めて計測してみたいと思います。搭載するカメラセンサーについてアプリを使ってチェックしたところ、仕様に大きな違いはないようです。なおビデオ撮影には結構違いがあって、無印は 4K30fps までですが、プロは 4K60fps、 そして 8K24fps にも対応しています。それでは簡単ですが夜景撮影を中心に取り比べてきましたので、ご覧ください。どうぞ。Xiaomi 13T Pro
シャオミ 13T 無印 1080p60fps スタート。4K30fps。シャオミ 13T プロ。シャオミ 13T 無印。シャオミ 13T 無印。シはい、ということで両端末を1週間ほど使い比べてみました。 13T Pro は基本性能はもちろん細かなところで無印にない機能を備えていますので、個人的には Pro を使いたいと思いますが、特にメインが普段使いという点でコスパに優れた無印で十分という方は多いのではないかと感じました。ミッドレンジキング Pixel 7a の強力な対抗馬と言えるかもしれません。ということで、そのあたりとも比較しつつ、もうしばらく使ってみて、その感想もお伝えしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。